趣味お寺がつまらないコンビニを見に行っていた新幹線の乗ったアーケードにいた行きたかったけど行ってなかった公衆電話からかけたなんか公衆電話があった一分がドルを一つそばになったと言った手紙を書いた読まなくてもいいけどとても怒っている東京のスカイにドリーミング世界海の上飛んだ気が変わったコーヒーにとどめた音とと煙取れるを見たバス停に電話をかけたそうでも遅刻した頑張ったそうそうけど思い出トラックの運転をして許した25が飛んでる感じ You